はい、マノチです。よろしくお願いします。映画やっていきましょう。昨日休んでしまいました。ごめんなさいね。1年生の名前、顔、決まりました。ありがとうございます。まず、牧原くん、マッキー。もう歌手の方にしちゃったよね。どことなく薬やってそうな顔だね。はい、そういうこと言っちゃいけません。はい、大畑くん。メガネかけたイケメンを作りたかった。なんかいい感じだろ。で、宮本くん。彼は、武蔵ですね。宮本武蔵二刀流ということで、野手能力が高いんで、野手として使っていくかもしれないです。今のところの予定ね。あとは、小町ちゃん。ちゃんですね。久々にこう一点を作りました。小町ちゃん。カモンくん。海星くん。高野くん。マヨくん、椿くん。で、ちなみにこのマヨくんっていうのは、ツナいるでしょ、天才。ツナマヨ打線を作ってくれってコメントがあって、あ、いいなと思って、マヨくん作りました。なんで、まあ、来年あたりに、ツナの後ろ、例えばツナが1番だったら2番バッターにマヨを持ってきます。もうそこはもう固定です。もう縛りプレイレベルで、ツナ、マヨっていう打順の並べにします。もう強引にです。はい。なんとなく一番能力が高い選手をマヨにしときました。ではやっていきますか。んで、オーダーなんだけども、これデフォルト設定なのよ。何もいじってないのよ。あ、ベンチ入りのメンバーいじったけども、ベンチ入りメンバーちょっといじったんですけども、デフォルトでなんか相当いい感じな風に見えたんで、これでいきます。ではやっていきましょうか。まず目指すはあそこだな、徳島だな。練習指示を出したいな。あと練習試合もしたいね。練習試合もしたいな。ここで4使ったらまずいか。1使っとくか。できればスケジュール見直し使わずに、スケジュール見直し使わずに入りたいんですよね。徳島に運よく2位来てください。お、江川くんのパームがこれで3になったのか。他に費やすことができるね。スケジュール見直し使いましょう。2、うわ入れない、何もないぞ。いや、使うわ。もう最悪すぎるわ。マジで運がない。よし、プロ止まろう。いやー、止まりたかったな、徳島な。何かしら覚えたかったな。いやー、なんか本当にタラレバだけどすげえもったいないことしたわ。スケジュール見直し、あの星マーク止まりますか。なんとなくマッキー押しときますか。来年のエース候補ですからね、一気にね。マッキーに関してはこれはね、マッキーが薬やってたっていうこと自体はね、全然知らないんだよね。後でその話をしたというかさ、あ、やってたんだぐらいな。あー、八百屋さんの方が魅力的だけどな。プロがいるんだよな、一人な。プロ行こう。お、いいじゃない、肉屋とパン屋がいたわ。5月寺島君のスタメンも見てみたい気はするよね。これ変化球磨く。どうしよっかな。なんとなくコントロール B にしとくか。コントロール B にしとこう。寺島君150キロ投げたい。
福永くんも、いやーてか2年生ピッチャーもいい感じに育ってきてはいるな。マッキーはね、まず変化球212は使い勝手があまりにも悪いからスタミナ D にしたいけど、しばらくは複数人で回すことを考えてまず変化球磨いちゃおう。まず1は邪魔だな。 1から磨いていくか。大畑くん、したたかは何が伸びる、ピッチャー向けではないですね。走力補給変化、変化球伸びるんだ。変化球か、変化球伸ばすか。で宮本くんは野手能力がやたらと高いので、まずは弾道2にしちゃいますか。弾道2、基本的に野手として考えましょう。彼に関しては、小町ちゃん、まず弾道ですね。小町ちゃんも初期能力そこそこ高いじゃん。キリガヤパワーアップ、一条パワーアップ、ここいいんだけど、問題がかぶってんだよね、守備位置がね。そろそろ来年のことを考えて動かないとってところはあるじゃん。マヨをファーストかな。補給が低いんだよね、そこが使いづらさがあるんだよな。ひたすら補給上げとくか。ちょっと弾道はまあ仕方ないにしろ、補給上げないことにはどの守備もつけねえな。すだち総力高野、弾道で、椿も弾道でいいかな。東総力 D にしたいけどな。クールを利用してミートアップでミート B ぐらいに持ってきたいか。海星がな、ちょっと使い勝手が難しいんだよな。性格はお調子者か、お調子者か、総力肩か。一番最初に総力鍛えるのはなんかセンスないな、ミートアップで。お、ツナ総力 B 来ましたね。じゃあパワーも B に持ってきましょうか。いや待てよ、パワーはこれで OK にしちゃうかな。ミート A 持ってきたいかな。青茶総力アップで OK。 カモン弾道いってきましょうか。でセカンドショートか。セカンドショートがまんまいなくなるんだよね、まあ、来年サードでしょ。セカンドとショートをできる人を作っておかないとってとこなんだよな。一条あたりをセカンドにしたとしたら、あセカンドはいるのか。あちょっと弱いな。一条セカンドかショートだな。この能力、まあセカンド、セカンド。ちょっときついものがありますね。外野手、きついな。来年ツナカモン宮本ぐらいだと思うんだよね、外野手はね。ちょっと青地はきつい気がするんだよな。ショートがきついな。あ椿そのままセカンドでいくか。椿セカンドだな。ショート、はいこんな感じで。これでまあどうにかはなるでしょう。ちょっと時間食っちゃったね。5、できれば練習試合したいな。
練習試合がなかったらちょっと動画の尺的に何分になるか分かんないけど、夏直前までって感じになるな。お塩だけ。まあなんとなく止まっとくか。この肉屋さんでさ、なんとかこううまいことツナのパワーを5上げてくんねえかな。何かいいこと起これ。椿の弾道経験値か。さあどうなるかね。今年の夏は、去年はなんやかんやで夏の甲子園までは行けたけども、行きたいですな今年も。結構いい線いくと思うんだよな。いい感じに選手は育ってると思うんだよな。そうね、高杉くんだよ。結構キーマンになるのはね、小金井あたりがキーマンになるかなと思うんだよね。やっぱり4番だから。小金井この前確か彼女作ったよね。その時点であんまり気に入らないんだよね。あんまり気に入らないんだよ俺は。3かな。というかあれか、俺マヨも試合に出して、あ、マヨはあれか、ファーストで出そうと思ってたんだっけ。6月夏直前まで行きそうだぜ。よし、155キロ目指そう。弾道上がったのかな。オッケー。じゃあまずミートですね。ミートを E まで持ってきましょうか。こまちちゃんもね、こまちちゃん足速いのか。それこそ外野とかでも使えそうだけどな。まずは基礎能力上げていくか。性格はお調子者か。走力、肩上げとく。たちなんとか総力 A 行ってくれ夏までに。その後にミートをなんとか上げて C まで行きたい。タッカーのまずこの補給はあまりにもなんか使いにくい。椿はそのままセカンド。あ、めっちゃ足遅いな。パワー D にしてえな。いや、まあそれはもう勝手に行くな。とりあえず、総力12は鈍足すぎる。黒柳いいね、補給40ね、いいね。どうしようかな。ミート、東もミートどっちでしょう。海星ミート、
耐性使いにくいな。ここねいいですね、ミートね、オッケーです。カモン、ソウルかけときますか。はい、小金井すだち、まあやっぱ3年生がキーマンか。まああとやっぱりツナか。ちょっと徳島すだちくんねえかな。なんか何かしら覚えてから夏を迎えたいわ。ああ何にもない。今年はちょっと夏食前にアイテムでも使えますか。あ、来年にするか。来年が最終年になるから、その時になんかいろいろ使っていく感じにしましょうか。寺島くん今何キロ ?148?9 ぐらい、なんとか150キロいってほしいな。これは練習じゃ来る気配ないね。もうしゃないね。江川くんあたりなんか野手能力部ミーとかパワーいいぐらいいってそうな気するな。まあ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 順調です。お、お、いいね、青地。なんやかんやで来年青地スタメンも面白そうだよな。ほんと機動力ってことだけを考えるんだったら足速い選手入れたいしね。君はねショップ店員だ。待って、前評判何もだった C? 前評判 C でした。前評判 C だって。お、すだち間に合ったぞ。総力神山商工高校やったことないんじゃないかな。あるかな。きた。あー、1がねえよ。入れないもんね。基本的に入れないようにできちゃってるもんね。7月、もう勝ち上がること前提でやっていこう。福永くん請求、平成くん皆、マッキーは変化球とって、大畑くん磨くのままでオッケー。オッケー。めっちゃみんな疲れてんな。満腹弁当を使いたいな。マヨは呼吸24か、まあ、ちょっといいとこ伸ばしておこうか。ミートアップ正確に合わせましょうか。よくやったぞすだち、マジでよくやった。本当によくぞ間に合ってくれたって感じだな。
坂本もミートへよく間に合ってくれたね。まあこんなんでいいかな。あとで藤村マネーで満腹弁当とお褒め買ってなんかいろいろ調整しておきます。何なんだって、青地くん、うん、君はね走塁練習だ。よし、今回終わりますか。頑張りましょう。明日神山商工戦頑張っていきます。では、今回はここで終わり。バイバイ。